どうした、マリア。大丈夫か？随分うなされていたみたいだけど。大丈夫。ごめんね、心配かけちゃって。それならいいんだけど。何だったの、今の夢？マリア。ごめん。みんなのところに行こうぜ。愛のやつ、マリアが来ないっていじけてたぜ。そうね。じゃあもう少し経ったら行くって伝えといてよ。そっか、わかった。早く来いよ。
現実のはずないじゃない。どうしちゃったのかしら、私こんなことで。やばい、もう10分も経ってるよ。早く行かないと愛に何言われるかわかんないし、急がないと。どこにいるんだろう。そんなに押さないでくれよ。タクヤ君、私と一緒に。君たちにはかなわないな。私よ。ね、タクヤ君。わかったわかった。それじゃ今夜みんなで食事なんてどうだい。その時に君たちの中から選ぶからさ。どう？それでいいわ。私も絶対だからね。それじゃ僕はこの辺で。夜を楽しみにしてるよ。タクヤ君、相変わらずモテるわね。よーマリア、俺も参ってるんだよ。よく言うわ。女の子に囲まれてる時のタクヤ君の顔、デレーっとしてたわよ。冗談、あんなブスども相手にデレッとするわけがないだろ。どっちかっていうと迷惑してんだよ。ま、そういうことにしておくわ。それよりマリア、これから一緒にどう？ごめんね、深夜たちと待ち合わせしてるから、また今度ね。マリア、深夜なんていいじゃん。深夜なんかより俺の方が絶対に決まってんだからさ。相変わらず強引ね。強引っていうより、俺だけに許された行為って言ってもらいたいね。また今度誘って。オッケー、今回は諦めるよ。その代わり今度は付き合ってくれよな。今までみたいにすっぽかすのはなしだぜ。それより深夜たちを探さなきゃ。あれ？もうちょっと右、もう少し。よし！タモツくん？
リアちゃんそんなとこで何やってんの？タモツくんこそそんなところに隠れて何撮ろうとしてたの？何ってあれだよ。俺たち高校生活最後の旅行だろ。だからその思い出をだな。だからって言って隠れて先生の後ろ姿なんてなんて撮るのかな。あ、そのあれ。任しといてよ。バッチリ記念になるようなやつ取っておくからさ。それじゃ。男ってなんでみんなああなんだろう。どうしたの、マリアちゃん。深夜たち見かけませんでしたか？私は見なかったわ。浅岡先生、見ました？いざよいは見なかったが、姫川だったら佐伯と一緒にプール脇でフルーツを食べていたぞ。愛ちゃんがいたんだったら、その近くに新也くんもいるんじゃないの？そうですね。それじゃあ行ってみます。マリアちゃん、危ないから歩いて行きなさい。どこに行くのかしら。あら、サエコ。それにしても、あなたたち庶民と一緒に旅行なんて。ればよかったんじゃない。まあ私もそうしたかったのですが、皆さんが私に来てもらわないと旅行の意味がないなんていうもんだから、しょうがなくて来てあげたのよ。
リアちゃん、こっちに来てこれ食べなよ。すんごく美味しいんだから。いただき。マリア、遅かったな。皆さん、マリアさんが来るのを待っていたんですよ。ごめんごめん。シュウエ、何ですか、マリアさん。なんだね。知りたければ俊英本人から聞けよ。俊英、何なの？実はこの筋肉なんですけど、僕本来の筋肉じゃなくてこれのせいなんですよ。あいつ、どうしたんだ。もう3分くらい過ぎていますよ。それ小型の
吸装置のようなもんですよ。バカ野郎、脅かすなよ。本当ですわ。ごめんなさい。それ。みんなずるい。かけてもう大丈夫。それにしても私こんなに船に弱かったなんて自分で気づかなかったよ。京子船に乗った途端に顔真っ青にしてたもんね。あの時は本気で海に飛び込もうかなんて考えちゃったわよ。トロトロしていないで、さっさと食堂に向かえ。美味しそうだな。あいちゃんもたまんないよ。それじゃあ食べよっか。そうだな。それじゃあいただきます。まあ深夜さんたら。それよりみんな知ってますか。何を。実はですね、この海域なんですけど、昔不思議な事件があった場所なんですよ。超常現象か。そうかどうかは分かりませんが、全てが謎っていうことには変わりはないんですけどね。どういう事件なんですか。1872年にこの北大西洋で一隻の船が漂流してたんですよ。漂流していたことがなんで不思議なのよ。まあまあ、続きを聞いてくださいよ。その船を見つけた乗組員が乗り移って調べてみると、船長からコックに至るまでどの部屋にも人影がなかったんですよ。救命ボートで逃げたんじゃねえのか。まあ、そういう説もあるんですが、飲みかけのスープがそのままになっていたり、高価な宝石類もそのままだったんですよ。どう考えてみてもおかしい話じゃないですか。それで本当は何が原因だったんですか。そこなんですよ。いろいろな説があるんですけど、いまだに何が原因で乗組員が蒸発したか謎のままなんですよ。そういえばコナン・ドイルの小説にそんなような話があったわ。マリアさん、その話はこの事件の
メアリー・セレスト号を題材に書いた小説なんですよ。そうだったの。それで何が超常現象なんだよ。それですね。20世紀になって蒸発したのは4次元作用によるものや UFO 説っていうのが浮上してるんですよ。だからこの海域で UFO の目撃ができるんじゃないかなって思ったんですけどね。そりゃすげえな。今夜早速タモツを呼んで UFO 撮影をしようぜ。目が覚めたか？大丈夫ですか、マリアさん。マリアちゃん、気分はどう？すみません。なんか心配かけちゃったみたいで。もう大丈夫です。それじゃ先生戻るから。雛形先生、ありがとうございます。何言ってるの、行為の仕事なんだから当たり前でしょ。どうしたのかしら。何かあったんじゃないのかな。普通じゃないわ。海の上は天気が変わりやすいですから。
ただいまこの船は暴風域に近づいているため、船が大きく揺れたりと危険な状態になっております。皆様は速やかに近くの避難室へと移動してください。繰り返します。ただいやっぱり嵐のようね。それよりここから避難室へと移動しませんか。そうだな。マリア、こっち。せっかくの旅行だっていうのについてないよね。ほんとね。それより揺れがさっきより激しくなっていませんか。ちょっと外の様子見てくるよ。深夜何言ってんの。この非常事態の時に外に行けるわけないじゃないの。そりゃそうだけど、ここでおとなしくしてる方が気がめいっちまうよ。そうですね。周囲大丈夫ですよ。そうだマリアさん、今何時ですか。10分よ。どうも。マリアさん、どうしましょう。どうしようって。しょうがない。私も行ってくる。なんだ、お前たちも来たのか。それより深夜、この雨の中、外に出て何しようっていうわけ。何って、別に意味はないけど、とりあえず状況を見ておきたくってね。見つかったら怒られるわよ。大丈夫だよ、その辺は抜かりはねえよ。な、俊英。それじゃ、開けるぜ。深夜君、どうです?雨が強くて何にも見えねえよ。ことなんだ。バカな。普通じゃ考えられませんよ、こんなこと。だけど、外はこんなに穏やかだなんて。変なの。マリア、どうした。
するだけ。まだ先ほど倒れた時の疲労が溜まっているんじゃないですか。マリアさん、無理しない方がいいですよ。